無職ドロタでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっ、マシャイ。本日は無職の11月収支報告少なすぎというテーマで話していきたいと思います。見てほしい方は、テレビくんが1ヶ月でどのくらいお金を使ったか知りたい方、収入を知りたい方、無職の生活考え方を知りたい方向けの動画となっております。このチャンネルでは無職ドルオタ34歳ボカロ P が100万円食べた方法、 AGA 治療の経過報告、ファイヤーを目指す過程だったりなどをアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。11月の収支報告をします。家計簿しばらくやれていなかったんですけれども、今月からマネーフォワードミーを導入しまして、記入をサボることなくできるようになりましたので、今月から復活させていただきます。では早速収入から発表します。 給料が 49,377円です。少なすぎもう少なすぎですよね。もう10月 の下旬からアミューズメント工場に派遣に入って、5日6日勤務した給料が入りました。時給が1400円 で9時17時っていう感じで、残業なしなのでこの金額になります。やばいですよねしかもこの派遣、11月の下旬にクビになっているので、現在無職というなかなかシビアな状況となっています。なぜクビになったのかとか、前の動画でも話したんですけれども、詳しく言うと、終例というチャイムが鳴った後に明日の業務連絡をするっていう謎の儀式があって、で、翌日の朝礼でも同じ連絡をまたするんですよ。で、その終礼ではお疲れ様でしたの挨拶だけの日もあって、でもう仕事自体定時前に終わって掃除をするダラダラタイムがあるのに、なんでわざわざチャイム鳴ってから集まってやる必要あんのっていう、定時の意味分かってんのかなみたいな感じで、無駄と疑問を感じてちょっとイライラして、気持ち悪いなって感じだったんで、やるならチャイム前にできませんかっていうことを責任者にちょっと投げかけたところ、気に入らなかったのか目をつけられて、で作業が遅いっていう理由をつけられてクビになるということがありました。いや本当派遣は切がらいですよね。でもこの仕事も退屈で時間が経つのがすごい遅く感じたし、無職のこの期間で、ちょうどワールドカップを気にせず見れて、でゲームとかアニメとか作曲とか YouTube の時間を作れて楽しく過ごさせていただいております。12月末にもこの派遣の給料が入ってくるので、今月はその11月分の、ほぼフルで働いた給料、多分16万ぐらいかなぐらいが入ってくると思うので、今月仕事が決まらなくても失業保険の申請をすれば、春先まではニートができるので、安心かなとは思っております。続いては支出の方を発表します。支出は、98,102円の支出でした。収入が 49,377円なので、マイナス 48,725円赤字っていうことになります。非常に厳しいって感じですよね。でも自分史上初の、1ヶ月10万円を切る支出を達成できて嬉しいです。主な支出は、家賃が 35,950円、食費が12,340円、作曲レッスンに12,000円でした。それ以外は満単位を超える支出はなくって、しかも節約しようとは思わずに無理なく趣味も楽しみながら過ごすことができました。
光熱費も、まあ、電気水道ガス合わせて8276円で、まあ、電気代が上がってる中抑えられて助かりました。まあ、でも、まあ、今月から寒くてエアコンをつけないと、まあ、ちょっとやっていけなくなるので不安ですね。まあ、何かいい防寒とか電気代の節約方法があればコメントで教えてくれると助かります。あと趣味の方もですね、あの人からと満喫に1回行きまして、で地下アイドル現場にも1回行って結構楽しんで6276円なので、だいぶ安上がりに趣味を楽しめることができました。あの地下アイドル現場に行ったら一回あのその知り合ったオタクの友達があのチェキとあとご飯までおごってくれて、でその時はもうほぼもう交通費だけで楽しめてしまったっていうことがあって、いやかなりありがたい状況で趣味をあの楽しめることができました。で毎月支出をこのぐらいで抑えられて、で収入が15万以上あれば、まあ、貯金とインデックス投資にも回せるし、まあ、自分的にはいい感じのサイクルかなと思っております。まあ、なんであの、まあ、楽な派遣を見つけるかとか、まあ、この YouTube でお小遣いをもらってファイヤーに近づけていけたらと思っているので、よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますという動画でした。いやあのマネーフォワードミーを使ってからもう面倒で続かなかった家計簿もつけられて、で非正規ドルオタでも貯金ができるようになれたので、皆さんにもやってみてほしいです。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリスト公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとう、また遊んでね。うちしたもうニートでニートでニートでいたい。怒られるの嫌だし朝起きられない。もうニートでニートでニートでいたい。今日一日楽しかったって思えればいい。